ロアノーク島の戦いは、南北戦争の初期、1862年2月7日から2月8日に、ノースカロライナ州とバージニア州の州境からわずか、南、ノースカロライナの入江で行われた、水陸共同戦闘である。北軍アンブローズ・バーンサイド准将のノースカロライナ遠征の初戦として行われた。攻撃部隊は海軍将官ルイス・M・ゴールズ・ボロの指揮する北大西洋封鎖戦隊から引き抜かれたアメリカ合衆国海軍の砲艦戦隊、アメリカ合衆国陸軍が統御する別の砲艦戦隊及びバーンサイドが指揮する陸軍一個師団で構成された。守備側はウィリアム・カイリンチ艦長が指揮するモスキート戦隊と呼ばれるアメリカ連合国海軍の一軍の砲艦とヘンリー・アレクサンダー・ワイズ准将が指揮する約2000名の地元部隊だった。その防御はロアノーク島に接する海に面した4つの砦とその外郭の2つの砲台で補強されていた。戦闘が行われた時ワイズは入院していたので指揮権は副指揮官の H.M. 小大佐に渡されていた。戦闘の初日は、北軍砲艦と岸の砦の間の砲撃戦で、大半が過ごされ、時には、モスキート戦隊が加わった。その日かなり遅くなって、バーンサイドの部隊は、抵抗なしに上陸した。これには水兵たちが操作する6門の榴弾砲が、ついていた。その時は戦うには遅すぎたので、侵入部隊は夜の間の露営に入った。2日目の2月8日、北軍兵が前進したが、砲台の大砲と島の中央にいる不評によって止められた。南軍はその前線が通過不可能な湿地によって安全を守られていると考えていたが、両側面を突かれて砦の中に逃亡させられた。しかし、これらの砦は占領された。小大佐は逃げる道はないと認識し、意味のない流血を避けるために降伏した。北軍の指揮官、アンブローズ・バーンサイド将軍ノースカロライナ州北東部は、本土とアウターバンクスの間にある、大きくて浅い半円錐の海面であるいくつかの入江が支配している。全体では一つになっていて、密に接続され同じ水面となっているが、概念上はいくつかの水域に分けられている。その中で最大のものはパムリコサウンドであり、ハッテラス島のすぐ背後にある。その北に2番目に大きいアルベマールサウンドがありほとんどバージニア州との州境近くまで伸びている。これら2つのサウンドをつなぐやや狭いところがさらにロアノーク島によって狭窄されている。ロアノーク島と本土の間の水域はクロータンサウンドと呼ばれている。島もサウンドも10マイルほどの長さがある。サウンドの一番広いところでは4マイル以上あり、島はそのほぼ半分である。島の東側はロアノークサウンドであり、もっと狭くて浅く、重要性もない。ノースカロライナ州のいくつかの都市がサウンドの岸にあり、その中でもニューバーン、ボーフォート、イーデントン及びエリザベスシティがあった。その他にサウンドの岸に直接接していない都市はサウンドに、流れ込む川から接近できた。州の3分の1ほどは水域にある。南北戦争の初年大半を通じて、これらサウンドは南軍が支配しており、州東部の海岸沿い水路による交易は妨げられていなかった。さらにこれらサウンドは、アルベマール&チェッサピーク運河とリズマル、スワンプ運河によって、バージニア州ノーフォークと結ばれていた。これは、特に重要なことであり、ノーフォークを封鎖したとしても、その裏口を抜けて、ノーフォークに貨物が届く限り、封鎖は完全ではなかった。1861年8月に、ハッテラス入江砲台の戦いで北軍が、アウターバンクスの砦を占領したとき、アメリカ海軍はその浅い海峡を抜けて、喫水の深い艦船をサウンドの中に入れられなかったので、通信はそれほど影響を受けなかった。ロアノーク島は明らかにこれらサウンドを支配する鍵だった。そこが北軍に支配されると南軍には不可能な水陸共同作戦によってのみ攻撃できる基地を持つことになった。そこで北軍海軍の優位が確立されれば本土海岸のすべての拠点は攻撃に対して等しく脆弱になるとみなされた。南軍守備隊は不可能な状況に落とされ、戦わずしていくつかの拠点は諦めざるを得ないか、いかようにも使えるようにその兵力を薄くばらまくかの、いずれかだった。ロアノーク島の防御は偶然な形で始まった。北軍の艦隊が1861年8月27日に、ハッテラス入江沖に現れた時、第3ジョージア風評連隊が急ぎノーフォークから派遣されて、そこの砦を守ることになったが、砦はこの部隊が到着する前に落ちたので連隊はロアノーク島に向かった。この部隊はその後3ヶ月間島に泊まり、ハッテラス島から北軍を追い出すための幾分滅裂な努力を続けた。10月初めまでこの陣地を守るためにほとんど何もできなかった後で D.H. ヒル准将がコレラサウンドに近いノースカロライナ海岸の指揮を任された。ヒルは島の中央を横切る土りを兵士たちに作らせたが、それが完成する前にバージニアに呼び戻された。ヒルが去るとすぐに、そこの地区軍は2つに分けられた。南側の部隊はローレンス・オブライアン・ブランチ准将に任され、北側の部隊はヘンリー・アレクサンダー・ワイズ准将の指揮下に入った。ワイズの守備範囲はアルベマールサウンドとロアノーク島であり、パムリコサウンドと沿岸の都市は入っていなかった。ブランチはノースカロライナ方面軍指揮官のリチャード・C・ガットリン准将の部下である一方でワイズはノーフォークの防衛にあたるベンジャミン・フーガー少将の下についたことも重要だった。ワイズはいわゆるワイズリージョンの指揮官だったがその部隊は連れてこなかった。そのリージョンは解体されたがその古い2個連隊第46及び第59バージニア連隊は保持することができていた。ワイズはまたノースカロライナ部隊、第2、第8及び第17ノースカロライナ連隊と第17ノースカロライナ連隊の3個中隊も持っていた。ノースカロライナの兵士たちは装備が不十分で防備もお粗末であり、その散弾銃以外の武器は何もない状態だった。全体で約1400名の不評になったが、任務を全うできる勢力といえば、生活条件のために、部隊の4分の1は、病人リストに乗るほどだったので、もっと少なかった。ワイズ測って、ヒルがそうしたように、首都リッチモンドに大砲をいくらか送ってくれるよう、頼んだが、実際に送られてきた数は、不適切だった。それらの大砲はいくつか、ある名目上の砦に分散された。クロータンサウンドに面しては、島の北西隅にあたるウェアーズポイントのフーガー砦に12門が置かれ、約1マイル南西のブランチャード砦には4門、島を4分の1ほど振ったロマンチックな名前のポークポイントのバート砦に9門が置かれた。サウンドの向こう、フーガー砦の対岸のレッドストーンポイントには、2隻の古いウンガバージを泥地に乗り上げさせ、砂袋と綿花村で防御を施し、7門の大砲で武装して、フォレスト砦と名付けられた。これらはすべてサウンドを守ることを意図した大砲だった。島の南半分、パムリコサウンドに近い方は、攻撃部隊が来る方向と考えられたが、防御はなかった。他の5門の大砲は、クロータンサウンドには向いていなかった。島の東側にある砲台の2門は、ロアノークサウンドを渡ってくる攻撃に備え、他の3門は、島の地形的中心近くのどもりに据えられていた。ワイズは防御のために他にも工夫した。ワイズはいくつかの食い打ち機を見つけ、フーガー砦とフォレスト砦の間のサウンドに2列の杭を打ち込み、配線を沈めて補強して、航行を妨害できるようにした。この障害物は攻撃が来た時に働けるようにした。南軍の海軍も防御に一役買った。7隻の砲艦が合計でわずか8門の大砲を搭載し、ウィリアム・カイリンチ海軍将官が指揮するモスキート戦隊を形成した。ワイズ自身はその戦隊の役割は否定的だと見ていた。島の砦から持っていった大砲だけでなく、その乗組員も連れて行った。ワイズは戦闘後にその時の感情を次のように愚痴った。リンチ艦長は精力的で熱心で活動的だったが、その砲艦戦隊全体にあまりに多くの重きを置いており、それが蒸気タグボートを連れて行って完全に愚かな砲艦に転換することで食い、木材、飼料、あらゆる種類の補給品及び軍隊の輸送を妨げた。ワイズが承認しなかったにもかかわらず、モスキート戦隊は防御の一部となり、北軍は容易にそれに対処できるはずだった。ハッテラス入りへの戦いで北軍がハッテラス島を占領したすぐ後で、アンブローズ・バーンサイド准将は、漁師や造船工など北部州の海に関係ある人々からなる海岸師団を編成し、海岸地域の攻撃に用いる考えを推進し始めた。そのような者たちはすでに船に慣れており、それゆえに、水陸共同作戦に向けて訓練が容易になると理由づけた。バーンサイドは、総司令官のジョージ・マクレランと、親密な仲であったので、その考えを継承してもらえた。当初バーンサイドは、マクレランや陸軍省の手近にあるチェサピーク湾で展開する考えだったが、間もなくロアノーク島を手始めとするノースカロライナ州内海への攻撃計画に変わった。この目標変更の語られない理由は北軍よりの感情がノースカロライナ州では抑圧されており、ここに侵攻すれば、ノースカロライナ人がアメリカ合衆国への忠誠を表明させることができるという誤解に基づいていた。計画が具体化された時、ノースカロライナ州侵攻はバーンサイド遠征と呼ばれることになった。徴兵が進み、バーンサイドは海岸師団を3個旅団に編成し、陸軍士官学校時代からの領友3人に引きさせた。ジョン・G・フォスター准将が第1旅団。ジェシー・リーリの准将が第2旅団、ジョン・G・パーク准将が第3旅団長となった。1862年1月初め、13000名近い兵士が任務の準備を終えた。海軍が南軍の砲台を抑えるために必要とされる大砲の大半を供給することになったが、バーンサイドは陸軍の投与する砲艦を数隻持つことに決めた。これはすぐに両軍の間でいくらかの摩擦を呼んだ。海軍は海洋を航行できる堅牢さがあり、同時に水深約8フィートと考えられる浅い入り江を通過できる喫水の浅い艦船を持っていなかった。それゆえに転換に適した商船を買う必要があり、まさに同じ時にバーンサイドとその代理人もその船舶を求めて交渉していた。海軍の水兵はより経験を積んでいたので、より適した船舶の大半を手に入れることができた。陸軍の方にはほとんど外洋を航行できないような、オンボロの船舶の寄せ集めしか残っていなかった。遠征隊が糸口に着く時までに、海軍は20隻の砲艦を、陸軍は9隻の砲艦を準備した。この艦隊に、船舶用榴弾砲を乗せ、砂袋やマグサ桶で防御を施して、浮き放題に転換した数隻の運河用ボートが付けられた。遠征艦隊全体では108門の大砲が備えられた。バーンサイドの代理人たちは砲艦を購入する。一方で輸送用に使う他の艦船も購入、または賃貸した。兵士たちと遠征用輸送船はアナポリスに集合した。1月5日に乗船を始め、9日には出港し、チェッサピーク湾港近くのモンロー砦で落ち合うという命令を受けていた。そこで海軍の派遣部隊と合流し、1月11日には出帆した。この時までバーンサイドとその直属の参謀のみが最終的目的地を知っていた。海上に出て各艦船の艦長が封印された命令書を開封し、その船がハッテラス岬近くに進むことを知った。北軍兵の多くにとって、ハッテラス入り江までの船旅は、この戦闘の中でも最悪の時だった。ハッテラス岬付近での気象はその評判に違わず、荒れており、兵士の多くが船酔いになった。バーンサイドは虚勢を張って、輸送船、ジョージ・ピーボディの快適な船室を離れ、その参謀たちと共に、陸軍の砲艦ピケットの上に移った。バーンサイドはこの船が船体の中で最も海洋航行性がないと見ていたのでこの艦船を選び、部隊兵に彼が進んでその惨めさを分け合うところを見せて、その忠誠を買った。嵐が襲った時にバーンサイドは移動した、その浅知恵を疑い始めたがピケットは生き残り、目的地まで無事に運んだ。艦隊の中で3隻、大砲や物資を積んだ、シティ・オブ・ニューヨーク、馬を運んだポカホンタス及び、陸軍の砲艦、ズアーブは風雲にも遭難したが、乗っていた人員は救助された。第9ニュージャージー連隊の2人の士官が旗艦を訪れた後で乗っていたサーフボートが転覆し、溺れたのが唯一の人的損失だった。ハッテラス入り江を抜けて、パムリコサウンドに入る時に時間を浪費した。水深は8フィートと考えられていたが、実際には6フィートしかない難しい水路だと分かった。陸軍の艦船のいくつかはスレスレになったために通れず、軽くした後で小怒りの柵を引っ張って移動させねばならなかった。その他の艦船は、喫水が深く小怒りの柵を引っ張っても無理だった。艦船に乗せた人や物資は、ハッテラス島に運んでから、艦船は戻った。バークのジョンとラックスは全く何もできなかった。乗っていた人員を降ろすためにハッテラス島に近づくことすらできなかった。ジョンとラックスは第53ニューヨーク連隊全員を乗せたままアナポリスに引き返し、その部隊は戦闘に参加できなかった。2月4日までかかって艦隊は通り抜けパムリコサウンドに集結した。北部の船隊が艦南進駆している間、南軍は奇妙にも活動していなかった。島には援軍が送られず、ついでに言えばその地域の他の目標となりそうなところも同じだった。島の不評の数は約1400名のままであり、ナグズヘッドに予備隊800名がいた。大きな変化といえば否定的なものだった。2月1日、ワイズ将軍が胸膜炎、高熱と吐血、肺炎の恐れというもので倒れた。ナグズヘッドの病床に拘束され、戦いの終わった2月8日まで入院したままだった。命令は発し続けていたが、ロアノーク島の実質的指揮権は、第8ノースカロライナ不評連隊の HM 小大佐に渡されていた。艦隊はサウンド内で結集した後の2月5日の朝早くに動き始め、日暮れまでにロアノーク島南端近くまで来て闘病した。翌日は雨と強風で動けなかった。大きな動きといえば、ゴールズボロが旗艦をアセスフィラデルフィアからアセスサウスフィールドに変えたことだった。2月7日、天候が穏やかになり、海軍の砲艦が配置についた。まずは上陸点に目されていた内陸のアッシュビーハーバーに数発発砲し、そこには守備隊の砲台がないことを突き止めた。続いて、クロータンサウンドを北上しそこで分かれた。何隻かは、ポークポイントに砲撃し、他の艦船は、モスキート船隊の7隻に集中砲火を浴びせるよう命令が出された。正午頃に砲撃が始まった。この時南軍陣地の弱さが明らかになった。バートを砦のわずか4門の大砲が、北軍の砲艦に対抗した。フーガー砦とブランチャード砦の大砲は全く用を足さなかった。サウンドの対岸フォレスト砦は南軍の砲艦 CSS カールが喫水船に穴が開き沈没を避けるために眼前の岸に走り砦の大砲を塞いだ時に全く使えなくなった。戦闘の激しさの割には両軍とも損失は軽微だった。北軍艦船の数隻が砲弾を受けたが厳しい。損傷にはならなかった。これは南軍も同様であり、カールーは別として他のモスキート船隊の艦船は単に弾薬が尽きたために撤退した。アメリカ海軍のアセス、フィラデルフィア陸軍の砲艦に同行していた輸送艦はその間に島の中心近いアッシュビーハーバー到着した。15時、バーンサイドは上陸開始を命令し、16時に部隊は岸に降り立った。ジョン・V・ジョーダン大佐が指揮する200名の南軍部隊が上陸地点に対抗する陣地におり、砲艦に発見されて砲撃された。守備隊は反撃することもせずに逃げ出した。他には抵抗もなかった。深夜までに1万名の兵士のほとんどすべてが上陸した。不評隊は若い海軍士官候補生ベンジャミン・ H・ポーターが指揮する艦船用榴弾砲6門を揚陸した。北軍は少し内陸に入り、夜の露営に入った。2月8日の朝、北軍は素早く行動し、島で唯一の道路を北上した。先導隊は第1旅団の第25マサチューセッツ連隊であり、士官候補生ポーターの榴弾砲がすぐ後に続いた。この部隊は間もなく南軍の砲兵補と約400名の歩兵がその道筋を塞いでいるところに来て止まった。他に約250ヤード後方2000名の予備隊がいた。前線は大変狭くなっていたので、小隊差は部隊の4分の1しか配置できなかった。防衛線は両側面を通過不能と考えられる失地で終わっていたので、将は側面を守らなかった。第1旅団の先導隊は敵の隊形に合わせて横に広がった。硝煙の雲が視界を悪くする中、両軍は2時間銃火を交えた。第10コネチカット連隊が疲れてきてはいたがひどく損失もなかった第25マサチューセッツ連隊と交代したが、この部隊も前進できなかった。第2旅団が到着するまで進展はなく、第2旅団長の李野順将が北軍右翼にある通過不可能な失地を通過してみるよう命令した。フォースター准将が続いて予備の2個連隊に右翼で同じことをするよう命令した。この頃、パーク准将が第3旅団を率いて到着し即座に支援部隊を送った。それらの部隊の協調は取れていなかったが、2つの側面移動部隊がほぼ同時に失地から出現した。李野は第21マサチューセッツ連隊、第51ニューヨーク連隊及び第9ニュージャージー連隊に攻撃を命令した。これらの部隊が南軍に発砲している時に第1旅団の第23マサチューセッツ連隊が前線の他の端から現れた。防御線は崩壊し始めた。これに気づいたフォスターが残っている部隊に攻撃を命じた。三方からの猛襲にあって南軍は崩壊し、逃亡した。小隊差は5詰めを用意しておらず、大砲も奪われていたので、フォスターに降伏した。降伏した中には直接指揮していた1400名だけでなく、砦の大砲も含まれた。他に2個大隊が援軍として送られてきていた。これらの部隊は戦闘に参加するには遅すぎたが、降伏に加わるのに遅すぎることはなかった。全体で2500名が戦争捕虜になった。捕虜になった兵士を除けば、南北戦争の標準と比べて損失はかなり軽かった。北軍は戦死37名、負傷214名、不明13名となった。南軍は戦死23名、負傷58名、不明62名だった。ロアノーク島は南北戦争の残り期間、北軍の支配が続いた。戦闘の直後に北軍の砲艦がこの時は静かになっていた。アルベマールサウンドの南軍砦横を通り過ぎ、エリザベスシティの水上戦でモスキート戦隊の残りを破壊した。バーンサイドはこの島を基地にして、後にニューバーンやメーコン砦を襲撃し、その占領につなげた。サウンド沿岸の他の町に対してもいくつかの小さな遠征が行われた。バーンサイド遠征は7月だけで終わり、北バージニア方面作戦に加わるためにバージニア州に呼び戻された。バーンサイドが引き上げた後は、ノースカロライナ州は戦争の活動的中心であることがなくなった。1、2の例外を除いて、戦争の終盤まで特に注目すべき出来事は起こらず、1864年12月以降の2回に渡るフィッシャー砦の戦いで南軍最後の港であるウィルミントンが封鎖された。蒸気脚柱に使われている略語。ありがとうございます。